久保さん。伸びたら切る。雨が降ったら傘を差すの、もっと簡略化ですね。伸びたら切ると。あ、髪の毛って一応つけときましょうか。髪の毛が伸びたら切る。まあ、ちょっと長くなっちゃったな。ね、松下幸之助さんの雨が降ったら傘を差すと。まあ一緒のような感じで。まあもちろんね、めちゃめちゃ、中国では全然生まれた瞬間から髪の毛切らずずっと伸ばしてるっていうの、何メートルになってる人っていうのはいるらしいんですけども、まあ基本的に切りますよね。だけど、これ面白いことで、ちょっとね、まあ傘もそうっちゃそうなんですけど、特に傘よりかは、髪型っていうのあるじゃないですか。切り方ですよね。伸びたら切るんだけど、どういうカットの仕方で、僕も髪の毛切ったんですけど、実は隣でこの前、切ってた人が、ちょっとすいません、今日は違うカットに挑戦しようと思うんです、みたいな。まあ、どういう髪型になったか、ちょっと仕切りがあったんで分かんなかったんですけど、なんかね、でもバリカンでブイーンいってたんで、結構攻めた髪型にしたんじゃないかなと思うんですけど、まあ、伸びたら切るんだけども、切り方次第で、結果を変わるってことですね。ちょっと松下幸之助さんのちょっと上バージョンですね。髪の毛が伸びたら切る。けれども切り方次第で結果は変わるってことですね。雨が降ったら傘を差す。でも傘の差し方次第で、でも傘だとね、その表現がしづらいですよね。傘っていうのは雨をしのぐっていう話なので、なんすかね、まあ、模様とかデザインは変えることはできたとしても、結果は一緒なんですよね。雨をしのぐ。傘を差す。雨をしのぐ。もちろんその傘が穴開いてる傘だったらあれですけども、基本的に有料で売られてる傘で、穴が開いた傘って多分あんまないと思うんですよね。まあそれはもう傘じゃなくて、なんかデザイナーが作ったデザイナー傘じゃないかなと思うんですけど、まあ探してないんでわかんないですけど、多分有料で穴が開いてる傘はないんじゃないかなと。だから目的、雨が降ったら傘を差すっていうのは、得られる結果はまああまり変わらないかなと。でも切り方次第では髪型は変わるわけじゃないですか。つまりもう見え方変わりますよね、全くね。まあこれをどこに当て込むかですよね。どういうシチュエーションの時に当て込むかっていう、当て込み方次第で使えるんじゃないかなと思いますね。いってらっしゃい。